米谷には国語国文学科や英語英文学科といった5つの学科があり、今年度は県内外の高校から313人が入学します。式では初めに遠藤恵子学長が新入生全員の入学を許可しました。遠藤学長は教育と研究環境が充実した米谷に入学できることを誇りに思ってほしい、2年間の大学生活を通して自分の可能性を探り、失敗を恐れずいろいろなことにチャレンジしてくださいと式辞を述べました。また吉村美恵子県知事が、米沢は歴史と文化の詰まった素晴らしいところ、何でも言い合える友達をたくさん作り、学生生活を充実したものにしてくださいと祝辞を述べました。続いて在校生代表で日本史学科2年の鈴木佳穂さんが、2年という短い時間の中、一日一日を大切に目的を持って過ごし、今まで以上に積極的に行動してくださいと歓迎の言葉を送りました。最後に新入生を代表して健康栄養学科の松坂成美さんが誓いの言葉を述べました。米沢女子短期大学の生徒であることに責任と誇りを持ち生活し、2年後には社会に貢献できる人間に成長することを決意し、誓いの言葉といたします。この後新入生は各学科ごとに分かれてオリエンテーションに参加し、11日から始まる授業に備えました。